炭鉱日日新聞は、岩手県炭鉱地方を対象地域とした炭鉱日日新聞社が発行する日刊新聞。地元では炭鉱新聞、炭鉱、炭美などとも呼ばれている。1946年3月7日創刊代表取締役社長は、小野寺博之、取締役主筆は、安彦光一。配布地域は、欧州市と金ヶ崎町。 名実ともに地元に密着した新聞構成となっている。大号の炭鉱は取材、購読、営業エリアである欧州市と金ヶ崎町が関係する地名に起因。北上川西部を伊沢郡東部を江差市郡と呼んでいたことから、それぞれの地名の頭文字を合わせたものである。炭鉱の名称は本市の大号や社名以外にも公的な団体や大会等の 名称にも用いられている国際リニアコライダー候補地の北上産地が配布地域である欧州市の東部に位置している。また、水沢市街地には旧井戸観測所からの流れを汲む国立天文台水卓 VLBI 観測所があるなど先端科学にまつわる話題を取り上げている特色区があることから公式サイトとは別途に 単行日日新聞サイエンスニュース http コロンスラッシュスラッシュ i l c t a n k o o n e w s j p スラッシュ modules スラッシュ d 3 b l o g スラッシュレスラッシュ d 3 b l o g スラッシュ l でも紹介している盛岡タイムス、岩手建設工業新聞、東海新報とともに、岩手県地方新聞協会を結成している。岩手県南部には、 炭鉱地方や一の関、北上、花巻などを高読エリアとする岩手日日があるが、双方は全く無関係である。しかしながら、岩手日々では2016年7月1日の紙面リニューアル以前、同地方に配達される新聞の大二化に、ひらがなで炭鉱と表記していたことや、社名の日日という部分が同じであることなどから、特に地元住民以外からは同じ新聞、 またはグループ会社と勘違いされることがある。2011年3月11日の東日本大震災発生を受け、気仙地域の詳細な情報を確認したいという岩手県内外の人たちの声に応え、3月17日に記者2人と営業社員1人を東海新報社に訪問させて、津波被害を受けた大船と陸前高田市の状況を取材した。その際に、 東海新報社から震災直後に発行した紙面の PDF データを託され自社サーバーに3月12日から4月17日までの東海新報の紙面データを同データをアップロードして紙面公開した。ありがとうございます。